宋哲元は中華民国の軍人。最初は北京政府、国民軍、後に国民革命軍の軍人となる。最終階級は陸軍上将。氷玉将配下の五虎将の一人と目された。字は民憲。1908年、武衛友軍随営部美学堂に入学する。卒業後は氷玉将率いる第2営で少長に任命された。1913年、連長となる。以後、氷玉将率いる第16混成旅に所属して、中国各地を転任、転戦し、第2弾将校団府に昇進した。1917年、長君復辟では、長君の弁士軍を破る上で功績を挙げた。1921年には、元先制特軍陳樹藩を、翌民国11年には、河南特軍、張を破る上で、やはり軍功を挙げた。これにより、宋哲元は、第25混成旅旅長にまで昇進している。1924年10月の北京政変を経て、氷玉将が自軍を国民軍に改組する。この際に、宋哲元は、国民軍第11師師長に任命された。翌年には、熱河都統に就任している。1926年1月、氷玉将が下野に追い込まれる。そのため、張野江、鹿、鍾麟ら国民軍の将軍たちは、指導者を欠いたまま、北方各派の包囲を相手に戦わなければならなくなった。この時、宋哲元も西寺総司令などを務め、張野江や鹿、鍾麟を補佐し、前線で戦った。4月、国民軍は北京を放棄して、南口により、さらに北方各派を相手に懸命に抗戦した。8月、ついに南口を放棄して、水淹方面へ撤退する。ただ、張野江、鹿鍾麟、宋哲元らの前線奮闘のおかげで、国民軍は壊滅することなくその形を保持できた。また、中国国民党の北伐にも有効な援護射撃となったとも言える。同年9月、氷玉将は自軍に復帰する。五原受け師を行って、国民軍は国民連ね軍に改組され、合わせて全軍が国民党に加入した。翌年、氷玉将の軍はさらに国民革命軍、第2集団軍となる。6月に、宋哲元はその中の第4方面軍総指揮を務めた。11月には、陝西省政府主席に就任した。宋哲元は、陝西省内の独立軍、非族をことごとく掃討し、秩序の安定をもたらしている。北伐後、氷玉将と蒋介石の対立が激化し、ついに内戦に発展する。宋哲元も氷玉将の下で、阪商戦争を戦った。しかし1930年に、阪商連合は最終的に敗北する。宋哲元は、張学良を頼り、第29軍に改編されて、山西省春線に駐屯した。同年11月に、宋哲元は、正式に第29軍軍長に任命されている。1932年7月、宋哲元は、茶春省政府主席を兼任した。1933年、張学良の命により、北平付近に駐屯して、日本軍に備える。2月18日には、張学良が発した抗日の伝聞に名を連ねた。3月、日本軍にもろくも大敗した万福林と交代して、宋哲元率いる第29軍が、木峰口などで日本軍を相手に抗戦し、前線する。最終的には防衛線を破られて、宋哲元は通州へ撤退したが、この時の戦いぶりは、中国国内世論から、大きな称賛を受けた。しかし間もなく、氷玉将が、抗日同盟会を組織して、河北で活動を開始すると、宋哲元は、氷玉将への対処をめぐって苦慮した。このため同年中に、蒋介石は、短空協定の障害となる、氷玉将に対して、有効な処置を取れない、宋哲元を見限り、宋哲元を、茶春省政府主席から罷免し、砲兵軍を公認にしようとした。しかし、宋哲元は、兵玉将を助けて、砲兵軍を軍事的に牽制する体制をとり、この時点では、宋哲元は、自らの地位を守った。1935年6月、長北事件の事後処理のため、宋哲元腹心の畑徳潤が、中国側代表として、日本側代表の土井原憲司と交渉する。その結果、土井原、畑徳潤協定が締結された。この協定により、宋哲元は、茶春小政府主席を罷免され、深い反感を抱いた。しかし7月、梅津、南応金協定により、国民党の主力軍は、河北省から撤退せざるを得なくなる。この結果として、非直系の宋哲元が、平津永寿司令に任命されることになった。同年末には、宋哲元は、鬼殺政務委員会委員長を兼任し、さらには、平津永寿司令を改組した鬼殺水税公署主任に任命された。これにより、宋哲元は、河北省を強力な自立勢力圏として、蒋介石の中央が容易に手出しできないようにさせた。その一方で、国民党や中国共産党、さらには日本も含め、国内外の各種政治勢力を相手に複雑な交渉を担当しなければならない立場となった。また、鬼殺政務委員会設立の抗日運動を取り締まるなど、日本に対して妥協的だった。特に、日本に対しては、完全なる敵対姿勢も取れず、逆に和平の姿勢では、国内世論の攻撃を受けるというジレンマに陥っている。なお1936年8月19日の宋哲元委員長歓迎宴会には、宋哲元と畑徳潤に対し、日本側は、今井武雄、牟田口蓮也、川辺正三、松村隆義、川越茂などが出席した。また宋哲元は、北京武官の今井武雄、支那駐屯軍の田代寛一郎、勝木誠二、橋本軍、第29軍軍事顧問の桜井徳太郎とは、関係は良好であった。1937年7月、盧溝橋事件が勃発した後、宋哲元は、日本軍側との人脈を生かして、一旦は、停戦に持ち込んだ。7月18日に、宋哲元は、自分は、今回の事変について、甚だ遺憾に思います。今度のことについては、軍司令官の指導を仰ぐことにしたいと思いますから、何事によらず指示に預かりたいという丁寧な挨拶で、勝木中将に謝罪を行い、19日には、停戦協定を樹立した。しかし結局、宋哲元の第29軍は、反日感情により何度も発砲を繰り返したために、日本軍の主要な攻撃目標の一つとされた。宋哲元は、厳しい政治環境の中で一時故郷に戻るなど、抗戦態度の決定に逡巡した。しかし、第29軍の内部の気風は、強い抗日で、日本軍も、攻撃意志が明確だったために、和平など、衝突回避の方策は取れなかった。しかも蒋介石は、この停戦協定に反発して、北京に派遣された熊武氏は7月22日、天津にいた、宋哲元を北兵に呼び、主権と領土を守るためには、日本軍の還元に惑わされず、交戦を決意しなければならないと説いた。宋哲元も、この説得によって、ようやく中央の固い決意を理解し、交戦の心を決めた。しかし結局、宋哲元率いる第29軍は一部地方で激しく交戦したものの、敗北して、北兵、天津を放棄した。春巡により組織だった防御ができないまま北兵、天津を喪失した宋は、頂上交戦から一転して、中国の国内世論から激しい糾弾にさらされた。その後、宋哲元は、第一集団軍総司令に就任して、日本軍との戦いに再び戻った。しかし1938年にも敗戦を喫するなど、制裁を科く。同年中に自ら辞任して前線から退いた。さらに、病気もあって事実上引退した。1940年4月5日、宋哲元は、四川省綿陽で病没した。享年56。死後、国民政府から陸軍上将の部第1級を追贈された。ありがとうございます。